6月21日水曜日、時刻は深夜0時を回りました。鷲崎たけしのオールナイトオールナイト、パーソナリティの鷲崎たけしと学芸学園直樹馬です。そして本日のゲスト、はい、やる気と元気は勇気から。俺のこと見てる。皆さん今日はしゃかりきちゃんというラジオ番組でなんと遊びに来させていただきました。見てる見てる見てる、まだ見てるから目を離さないで。ちょっと高田ゆうきです。特にビーバー打たれなかったから。ちょっとじゃあ最後こういうやつ来ると分かったことは、まさか自分にこう来ると思ってなかったんで。勇気なんだよ。ああそうかそうか、ああじゃあ勝手に吹っ飛んじゃった俺。何かに巻き込まれて勝手に吹っ飛んじゃって俺。みんなエネルギーだったんだけど。そしてなんと、うん、ボンちゃん、あ、リキリキ担当の千本木さやかです。よろしくお願いします。ちょっとボンちゃん、すごいシャカが違う。ここはシャカリキさんで来てるはずなのに、なんで自分の自己紹介ぶっ込むのよ。私恒例のご挨拶って書かれてたから。お異例のご挨拶って書いてある。異例のしてくれると思って。異例のご挨拶ちょっと考えてなかったんですけど、とりあえずリキリキ頑張ってるので。リキリキ、はい、これ豊作、豊作ワグファンにだけ分かりました。これは分かんないですけど、うん、この木南の木千本木、千本木さやかです。これは木の成長をお伝えしておりました。今思いついた新しい挨拶を提案したってことですか。ジェスチャーを提案してくれてますね。初対面じゃないんだよね。一応6年ぐらい一緒に番組やってますね。即席コンビ珍道中みたいなのもらってますけど、相方なんですよね。相方でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺はその高田って呼んでよかった、はい、なんかもう関係性も分かんなくなってきた。いや本当に、うん、高田さんともすごい合う。すごい合いますね。アホみたいに合う。あさっても合う。あさってもめっちゃ合う。あさっても合う。正直言うと一昨日も会ったの。そうなんです。もうその超合ってるじゃない。1週間でなんと高田3回も多いですよね。大丈夫ですか。芋かれしてないですか。分かんない。高田ゴンドウ、高田ゴンドウみたいになってる。高田国士だ。すごい。なんかそのでもゴンドウも頑張ってる。上から見たら谷折り線みたいになってるもん。高田じゃない、高田じゃない。谷折り線みたいな。週で見ると。その前は結構ね、何年もお会いしてなかったんですけど。そうそうそう。で、ボンちゃんとはもうめちゃめちゃ久しぶり。そうですね、久しぶりです。ねえ。すげえ。はい、グレパでやって以来じゃないですか。そうですね、グレパでお邪魔、そうですね、その時もちょっとシャカリキちゃんの話をさせていただいて。そう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 、したしたした、はい、それ以来でございます、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕からするとダブル初めましてなので。あ、そうか。お願いします。だからその色濃くミラッキーエネルギーを受けた状態で出会っちゃってるせいで、全然二人の本質が打ち合わせから見えてこないっていう。いやいやね、これが本質で。そうですか、はい、そう、そう、はい、ポンチのように吸収して。ライブの告知で来たんだっけ。あ、そうですそうです、それは本当そうですね。告知できてます。難しいなぁ。そのもうページ随分行ってから、そのライブの告知のとこに行きますけども、はいはい、そこに至るまでにちゃんと俺が興味を持てるかどうかですよ。厳しい。ただミラッキーに言われたことをその言うだけのマシーンだったら、そうですよ。そうだよな。そうですよ。困っちゃう、ね、君たちの中からでほとばしる何かパトスみたいなやつが欲しいの。わかりました。シャカリキちゃんを愛させてくれます。わかりました。そうなんです。これはもう見てる皆さんにもね。そうですね、伝わるように届けていきたいと思う。そうですよね、うん、まだだって本当に分かってない人も多いでしょう、ね、多分そう初めましての方が多いんじゃないかと思いますよ。番組、ね、も分かってないことも多いでしょうからね、はい、じゃあ今日はちょっと早めにやっちゃいましょうか、はい、文化放送中央 NG プラスで月曜日から木曜まで毎日深夜0時から1時から生放送でお送りするワイド番組ニコニコ生放送でも配信されてます。はい、ニコニコの夜な夜なチャンネルの会員になるとおまけを楽しめる上に、今回の放送他の曜日のおまけやアーカイブも堪能できます、こちらですね、ニコニコ動画のチャンネル検索で夜ナイトと打つと夜な夜なチャンネルが出てきますので、うん、ぜひ会員登録をしておまけまでお楽しみください。そうなのよ。高田さんと千本木さんのファンの皆さん、うん、会員登録して2人の愉快な動きをアーカイブでも高画質でお楽しみください。もう今愉快な動きしてる。愉快な動きしてる。丸を作ったりへこませたり何、まあ、なんかやってるよ。なんか文字をYMCA をやってる。なんだろう、ストレート YMCA。 自分のタイミングでもう終わった。特にストレート最上位で。この後は鷲崎青木高田千本木、頭文字のイニシャルを取ってWATS ワッツによる雑談。いやワッツ、よろしくお願い。僕だけがワッツでした今。失礼しました。ビーヤビーヤって言ったけどね。途中でマイクが倒れてもなぜか音声は流れますよ。不思議だな。24時30分からはベストミーティング
ゲストショーでついに殿堂入りしたお二人がお届けする番組ピクシスの夜空の下でミーティング、24時40分頃からは米那水兵あのご歓談ください。米那水兵解決戦、今回は高田さん、千本木さんからお願いがあります。そのお願いを受け入れるかどうかメールで報告してください。アドレスは yonana@jokr.net、 yonana スペル YONNA です。あー渡ってた。番組のハッシュタグはイゲタマークにカタカナで夜ナイト、また僕らの投稿でわからない単語やり取りがあったときはハッシュタグ知らないとをつけてつぶやいてください。もっちゃりとハッシュタグになっていった全員がキリッみたいなじゃなくて全員がぬるーってハッシュタグになっていきました。怖いですね。ハッシュタグ知らないとをつけてつぶやいてください。すると映画氷の美少シリーズでおなじみの女優シャロン・ウドンが大丈夫です大丈夫です。やんなくて大丈夫ですよ。見ながら、はい、足が踏み替えなくて大丈夫です。でも大丈夫です。映像だからね、シャロンウドンが、あ、シャロンウドンが、ありがとうございます。パーカーのシャロンウドンが、エロー、エロと対策にある。もうすぎます。見えないんですよね。エロー、画面奥でもどもどしてる人だ。新人声優の振りしやがって。ジュニアさん、ジュニアさん、なんで新人声優の振りしてんだ。足を組み替えながら教えてくれます。また水曜な T シャツを購入した時は QR コードから入れる水曜なチャットルーム、高田さん、千本木さんが小学生の頃のネット文化、はい、今もここにあるんです、ね、今もあるんです。鶴瓶さんって言ってましたけど。さらにミクシーよりなとコミュニティの参加人数は627人。もし藤本美久というアイドルがいたら庄司さんはこう叫んでいたことでしょう。せーの、ミクシー。本家声。長さ本家声。私は一番やな妄想マジで来た記事で、夜ナイト夜ナイト最後までお楽しみください。